クロちゃんに負けた人です、こんにちは。テレビ朝日でなんか半分やって、その後残りはアベマ TV でやるっていう、あのなんかマッドマックス TV っていうなんかあの番組があるんですけど、でそれであの安田大サーカスのクロちゃんとこうディベートをするっていう対決があって、であのまああの見事に負けたので、あの今後クロちゃんのことを皆さん論破王と呼んであげていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。